死は命なり。美女の返り血はこの石仮面にある無数の細かいひびに吸い込まれている。仮面は生き血を吸って動き出した。実に奇怪だった。男は死なない。どのような仕掛けになっているのか。この石仮面から飛び出た数本の骨身に頭を刺されているのに。我はついに手に入れたぞ、永遠の命を。西暦12世紀から16世紀にかけ、メキシコ中央高原に強大で勇猛な王国があった。その名を太陽の民アステカ。そしてその中にこの石仮面の能力で世界に君臨しようとする野望を持つ一部族がいた。石仮面は彼らに伝わる奇跡、永遠の命と真の支配者の力をもたらす。しかしある時この部族は目的を遂げず、忽然と歴史から姿を消す。無人の廃墟を残して。なぜなのか、どこへ行ったのか。謎の全てはこの石仮面にある。この物語はメキシコから発掘された謎の石仮面にまつわる二人の少年の数奇な運命を追う冒険譚である。聞こえねえのか、ギオギオ。ここへ来いディオ、聞こえねえのか、ディオ。なんだい父さん、薬かい。いや、薬はいらねえ。ディオ、ちょいと来い来い、話がある。俺はもう長いことね、わかるんだ、じき死ぬ。死んだ後の気がかりは一人息子のおめえだけだ。いいかディオ、俺が死んだらこの手紙を出してこの宛名の人のところへ行け。こいつは俺に恩がある。お前の生活の面倒を見てくれる。学校へも行かせてくれるだろう。こいつは俺に恩があるんだ。そう、12年前、あれは1868年の雨の日だった。こんな話息子のディオには話せねえがよ。あそこの崖は雨で崩れやすくなる。よく馬車が落ちてた。俺はたまたまそこを通りかかったが、落ちていたのは貴族の馬車らしく、金の匂いを感じた俺は降りていった。誰一人生きていないと思ったが、赤ん坊だけ母親がかばったせいで生きていたみたいだ。ある人間の不幸っていうのはある人間を幸福にする。俺は金目のものを物色した。ただカバンの中にあったあの気味の悪い仮面だけは取らなかった。今思い出してもゾッとするぜ。それと死んでると思った男が息を引き返しやがった。
解放したつもりはないが、男は俺を命の恩人と勘違いしているみたいだ。男の名前はジョースター。礼をしたいというので名乗って損はないと思い、俺も名を伝えた。あのあとさらにジョースター教からもらった多額の礼金で酒場を始めたが、月に見放され、女房が死に、店は潰れ、病気になってこのざまだ。くそー、ディオ、俺が死んだらジョースター家に行け。お前は頭がいい、誰にも負けねえ、一番の金持ちになれよ。醜くってずる賢くって、母に苦労をかけて死なせ、最低の父親だったぞ。一番の金持ちになれだと、ああなってやるとも。お前の遺産受け取るぜ。一人でも生きられるが、利用できるものは何でも利用してやる。だからこのジョースターとかいう貴族を利用して、誰にも負けない男になる。クズめ。この人形買ってもらったのか？お前の親父、やぶ医者のくせに儲けてっからな。よし、人形の服を脱がせてやるぜ。あそこが本物と同じかどうか見てやれ。エリネ、エリネ、泣き虫エリネ。やめろ。人形を返してやるんだ。てこいつバカみたいに力があるぞ。さあ、人形を女の子に返してあげるんだ。わ、分かったよ、畜生。貴族みたいに威張りやがって。まさかこいつジョースター家の一人息子じゃねえだろうな。俺は金持ちが嫌いだ。恨みはねえが、とにかく嫌いだ。もしあそこのジョースター家のやつだったら、ボコボコにぶちのめしてる。このハンカチを見ろ。僕の名前はジョナサン・ジョースター。逃げも隠れもしないぞ。あ、こいつやっぱりジョースター家の一人息子だ。この野郎、お腹が通るんじゃねえぜ。お前死ね。ふん、金持ちはてめえの敷地内だけで遊びやがれ。行こうぜ。いいからほっといて、向こうへ行けよ。僕は君に感謝されたくって、あいつらに向かって行ったんじゃないぞ。僕は本当の紳士を目指しているからだ。君が女の子で困っていたからだ。相手が大きいやつだからって、負けると分かってるからって。紳士は勇気を持って戦わなくてはならない時があるからだぞ。でも、いつか勝てるようになってやる。ジョナサン・ジョースター。でも、なんだってこのハンカチをポケットから出したの？名前をわざわざ見せなければ、あんなに殴られなかったのに。きっと、これも彼の言う本当の紳士になるための必要なことなのね。
誰だろう。あ、そうだ、ディオ。この子の名はディオ・ブランドーだ。父さんの命の恩人が亡くなられたので、父さんがその息子を引き取り、ジョースター家で生活することになった。僕と同い年の男の子だ。君はディオ・ブランドーだね。そういう君はジョナサン・ジョースター。みんなジョジョって呼んでるよ。これからよろしく。ダニー、紹介するよ。ダニーってんだ。僕の愛犬でね、利口な猟犬なんだ。心配ないよ、決して人は噛まないから。ダニー！何をするんだ！許さん！こいつがジョースター家の跡継ぎ、一人息子のジョジョか。こいつを精神的にとことん追い詰め、ゆくゆくは代わりにこのディオがジョースター家の財産を乗っ取ってやる。続いて紹介するはジョナサン・ジョースターチャレンジャー。最近実力をつけてきました。そしてチャンピオンはバーク・ワトキン。おいチャンピオン、何してんだよ。早くリングへ入れ。皆さんお静かに。ここにいるワトキンに代わって、今新しい友人が我々のゲームに参加したいとの申し入れがありました。我々はその友人の顔と名前は知っていますが、どんな性格なのかあまり知りません。新しい友人を知るのにボクシングに参加させてみるのもいいと思うのですが、いかがでしょうか。一体誰なんだよ。新しい友人、まさかディオ・ブランドー君です。いいぞ、やらせろ。一体どんなやつだ。 OK、 認めるぜ。やらせてみろ。ディオ、ルールを説明しよう。相手を倒して立ち上がれなければ君の勝ちだ。つまり、相手を徹底的に叩き直せばいいのだ。そのルールは、ロンドンでやっても知っている。すごい！ジョジョが勝った！マグレさん。さあ、試合は終わった。ジョジョ、ディオを起こしてあげるんだ。ああ、勝者が敗者を引き起こす感動のシーンだぜ。ちょっと待ってくれ。どうしたんだい、ブランド君。これを見てくれ。ジョジョのやつ、こんな大きくて硬そうな石ころを握り込んでやがった。今手を差し伸べた瞬間にその脇に捨てたんだ。ジョジョ、本当なのか。そんな、ずるいぞジョジョ。最近調子がいいと思っていたらこんな卑怯な手を使っていたのか。違う、僕はやってない。卑怯だぞジョジョ。僕はやってない、信じてくれ卑怯者。ずるくて金を持ってる奴とは友達になりたくないと誰もが思うこと。こうやってまずジョジョから友人たちを取り上げる。孤独は人間を空っぽにするからな。奴を無気力なふぬきにしてやる。そして
次第に奴から全てのものを取り上げ、大人になる頃には奴が相続するジョースター家の財産まで俺のものにしてやる。なぜ、嘘だ、なぜこんなことを。僕は卑怯なことはやってない。それはディオが一番よく分かってることなのに。彼が家に来てから僕の生活はめちゃめちゃ孤独だ。父さんはディオと僕を比較してヘマやるとすぐ無知でぶつし、お前だけはディオが何したって僕の友達だよね。誰だ今の女の子。僕をじっと見てた。どこかで会ったことのあるような気もするけど。あ、僕のハンカチ。思い出した。人形を取られて泣いてた女の子だ。ハンカチ洗って届けてくれたんだ。ブドウありがとう。ねえ、明日もここにいるから君もおいでよ。黙ってたったの一言も言わないで。女の子って可愛いな。それに改めて思い出すに、あの子抜群に可愛いぞ。ジョジョ、まだまだいじめさと落ち込んだ気持ちが続いていたが、恋その素敵な好奇心がジョジョを行動させる。たちまちジョジョと女の子は友達になり、ジョジョは彼女に夢中になった。やあ、君、エリナって名なのか。ジョジョと遊びに行ったろ。あいつ最近浮かれていると思った。こういうわけだ。やった！さすがディオ！俺たちにできないことを平然とやってのけど、そこに痺れる、憧れる！君、もうジョジョとキスはしたのかい？まだだよな。初めての相手はジョジョではない！このディオだ！手段は問題ではない。キスしたという結果があればいい。これでジョジョとこの女の仲も終わりになる。ジョジョに会っても気まずい思いを抱くだけさ。この女が親からレディの教育をなされていればなおさらだ。ジョジョの心に砂漠を作ってやるため、奴には決して友人とか恋人は与えん。そして生きがいのない奴は古き人間になる。ああ、見ろ、こいつ一体、こいつ一体何考えてんだ。泥水で口を洗ってるぞ。こいつは頭がおかしいんじゃねえか。ディオにキスされたのがそんなに嫌だったとしても、なんで石鹸でなくてわざわざ泥で洗うんだ。近くに川もあるのによ。この女！ドキ！わざと泥で洗って自分の意思を示すか！そんなのはつまらんプライドだ！くそ！なんてことだ！思わずカッとなってしまった。このディオともあろうものが、たかが女ごときに。もういい。行こう。この日のディオの行為は、子分たちの間で話題となり、それは、ジョナサンにも伝わった。ディオー！
人の名を。ずいぶん気安く呼んでくれるじゃないか。それに思いっきり握りしめている拳、一体それでどうする気だ。決して許さない。この家に来てからの君の僕に対する嫌がらせではない。僕のことなどどうでもいい。ほっほう、さては聞いたな、あの愛しのエリナのこと。そして鉄拳による報復に出ることを考えたわけか。ジョージョ、見苦しいぞ、嫉妬に狂った姿は。彼女に対する侮辱が許せない。こんなカスみたいなやつに殺ってよが。ヤクマ、ヤクマ、ヤクマ、この僕に向かって。涙。この汚らしい。二人とも一体何事だ。父さん。男子たるもの喧嘩の一つもするだろう。しかしジョジョ。今のは抵抗もできなくなったディオを一方的に殴っていたように見えた。紳士のすることではない。え、違う。言い訳無用。部屋に入っとれ。二人ともだ。後で二人とも罰を与える。そして7年の歳月が経過する。ジョジョは一人ぼっちのままどのように成長していくのだろう。石仮面は静かに時を待つ。